立民党蓮舫副代表が市長から口出し無用と叱られる。熊谷俊人千葉市長が11日、自身のツイッターを更新し、立憲民主党の蓮舫副代表に対して、自治体職員らが全力で働いている旨を訴えた。これに共感する投稿が溢れている。新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急事態宣言に伴い、政府が国民に一律10万円を給付する特別定額給付金について熊谷氏は、蓮舫氏の安倍総理に対する未だ発送できていない自治体、マイナンバー申請対応をできていない自治体に、いかに迅速に対応をしてもらえるか全力で臨むとなぜ、言えないのですか。というツイートを引用。申し訳ありませんが、すべての自治体は与えられた環境下で最も早く申請、給付できるように土日も返上。深夜まで民間事業者と共に作業をしていますと自治体は全力を尽くしていることを強調した。さらに未だ発送できていないと、自治体側の努力が足りないかのような表現は自治体職員が言われのない批判を住民から受けるので慎重に願いますと釘を刺した。蓮舫氏が自治体職員を責める意図がないことは理解しているとした上で、国が何かしたら自治体がもっと早くなるわけではありませんとスピードアップにも限界があることを示唆した。最後はここからは自治体の仕事ですとやんわりと口出し無用を宣言。国でわちゃわちゃやって、国民の視線を意識した政府から意味のない催促とか来て、さらに面倒が増えるとかは勘弁ですと。自治体に余計なプレッシャーがかからないように重ねて進言した。まさに同感だ。今回の国会冒頭から森かけ桜 IR 汚職疑惑を中心に安倍政権落とし目に集中していた貧弱野党は、3月時点でも新型コロナウイルス感染関連の質疑は微々たるものだった。政府の緊急事態宣言が出た後慌てふためいて政府へ質問するようになったが、なんとかして政府の対処が後手後手であることを印象つけようと無茶ぶりを繰り返している。保健所などの PCR 検査数が上がらないことを筆頭に、給付金支給実務が遅れているとか、連日口を極めて非難している。特に蓮舫氏は日本人離れした見解、告白な物言いで国民多数からも呆れられるようになった。さすがに自治体首長も腹に据えかね、名指しで抗議した。熊谷市長が日夜を分かたぬ自治体現場職員の奮闘を目の当たりにして、外野で騒ぎ立てるだけの野党議員に、口出し無用といさめたかった心中を察する。お聞きいただき感謝申し上げます。